どっちが強そうかな。チップ対ザト。チップだろ。チップ有利だろ。絶対チップ。どっちが、こっちがチップ？こっちの方がなんか強そうやな。この金髪の方が。この金髪の方が、いや、この金髪の方があれだな。ザトを使ってたな。いやー、ちょっと待って、難しいなーってなると。キャラ的にはチップは勝ちそうやけど、この見た目は。ちょっと、やめるよ。終了。ビーンが 52% でちょっと優勢。いや、ザトはね、やっぱ、スピードキャラには弱いよ。ただゲームうまそうな面構えやってんな。スプラッシュ。カナダ背負ってるからな。いや、俺はスプラッシュ勝ちそうな気すんな。いや、無理だってこれやっぱり。きちー。あ、無理だこれやっぱり。ザトウじゃ、チップは。どうだ。あ、うまい。ビーンうまい。あ、ビーンだこれ。ビーンのゲームだこれ。うまっ。いや、はめれないんですよね、無敵技あるから。チップ、あー、ビーンは会場の上回っていけると思う。あ、なるほどね。ホームアウェイのも予想国に入れていく。そら結局これがあるからさ、あんま気持ちよくなれないよ、ザトウが。あ、ビーンうまっ。拾っていく。足払い。このゲーム、その昇竜拳あると何が強いかっていうと、昇竜拳をロマキャンできるんですよね。隙を消せるんですよ。だから結構打ちやすいよね、昇竜拳。昇竜拳あるからといってガードされたら終わりみたいな感じでもないから。お前、おお、いったかも。これスプラッシュ。ああ、うまい。スプラッシュ、もうめっちゃゲームうまそうな顔してるもん。やっぱスプラッシュか、これは。そう、セビキャンみたいなのがあるんですよ、このゲーム。チップもやるかけど、ザトもやるか。減りすぎだろ、投げ。投げ一発減りすぎ。中断？ガードしてる。しかし、いやー、これきついっすよ。ガードに溜まってる。うわー、早すぎる。キャンセル召喚をダッシュ壊して潰してくる。コパコパから、あ、いいね、ジャンプ帽子から。いや、これめっちゃ入りますよ。痛いの入った。はい、超飛。はい、大き攻め。はい、からのベンベン。うまい。スプラッシュか。面構えがちゃうもんな。勝ちに来た男の顔してるもんな。やっぱキャラ衣装よりやっぱ人で決めた方がいいな、うん、キャラ衣装は関係ないわ。お前、クラゲ。もうだいぶお前の動きは読めてきたぜと言わんばかりの、逃げたいんだろうと言わんばかりのクラゲ。あ、このすごいな、このビーンのこの劣勢の時にめちゃくちゃダッシュ壊し差し込んでくんねんけど。強気なんやけど、ビーン。さあ、しかし、あ、まだカットイン。あ、そこ、これ割れた時なぜか2人の顔をカットインするんだ、これ。意味わからん。なんで。別にあの時誰もそんな表情変わらんしな。どういうセンスなんやろな、あれ。日本人にはないセンスやな、あそこでカットイン入れるっていうの。減る。あ、立ち消え、判定が強い。あ、痛いぞ。だ、こう見せて。展開早い、ロマキャンで攻め継続。さあ、これガードゲージがめっちゃ溜まってるんで、もう中だと終わりです。あ、うまい、うまい。拾った。え、もしかして行くんかな、これ。あ、行ったかも。行ったかもしれん。うわー。やっぱビーンですよ。減りますね、やっぱり。チップ。うん、あの割れた時にこううわーっていうリアクションをプレイヤーにも期待してんのかな。なんかあのキャラがうわーっていいリアクション取ってくれよ、このゲーム。割れた時にこうやってうわーってなるやん。これをこんな感じのことをイメージしてんのかな。しかもなんかカットに入らんかったし。さあ、ゲージ溜まってるよ、ゲージ。うわ、うまい、うまい、うまい、ロマキャンから。あ、うますぎる。バースト対策。お、うまっ、うまっ。
バー対ですね、今の。後ろにロバキャンして、インバイトヘルでフィニッシュするっていう。スプラッシュなんだ。え、これ有識者、どっち予想やったんこれ。俺はやっぱスプラッシュやと思ったけど。投げて。駒投げね、これ。ただ、あんま当てたら有利じゃないよね。おスパコン決めて置き攻めヒット、あ、これ来ましたね。おビーンが1本取り返していく、まあ、ラウンドですけどね。ビーンちょっと優しそうなんよね。何が何でもっていう気概がやっぱちょっと薄い気がするのよね、このスプラッシュに比べると。さあ、ここから。ヒットして。くなげ。これでも痛い。あー、しっかりバータイコンボしてるわ、これ。本体下がりながらやってる。うまっ。暴れ潰し。リーチです。カットになんかやめたっぽいな、なんか。面白かったのにな。カットイン入れて。あれ、やめた、カットイン。残念。お、いいね、拾っていく。あれ。お、ついていく、お。取り返していく。あれか、追い詰められたら強くなるご飯タイプか、これ。目覚めたのかもしれんな。普段は優しいけど、こっからちょっと動き切れてきた気がする。いやー、きつい。おお、逃げた。これ強いな、この空中急降下みたいなやつ。あー、いいバックステ。ガー、おー、これガーキャンめっちゃ弱なったな、このゲーム。これ両調整ですね。ガーキャン弱いの。さあ、デコイ出して、置き攻め。これでもみんなデコイ出すな。あー、勝利券が、あー、痛いっす。あ、見せた、見せた、もう一回勝利券。お前、シミ、後ろ下がり壊し。固めて、とりあえず端まで運搬して、ここからですね。さあ、ロマキャン、これでね、エディゲージちょうど回復するんですよ、これ。ほら、ちょうど回復して、ロマキャンからの、伸ばす。置き攻め、うわー、無理。おー、抜けてる。おー、やばい、ビーンかな、かっこいい。あ、まだか、でもうまいな。おお、体育立ち系暴れ潰しからでこいからの寿司からのガードゲージがすごいですよ。これなんか食らったらもうエラーになりますよ。あー、割り込んだ。これ無理だろ、これ。おお、でかい NS。 あー、ガードしてる、痛すぎる。さあ、おお、テイクダッシュ使ったコンボ。あ、しかも、おお、なんかネタだ。おお、めくった。何今の二択。いや、なんかビーンかっこいいな。なんか心優しい青年が追い詰められて本気になってる感じが一転してビーンのペースフルセット来ましたね。いや、読まれてる。しっかりリスク壊していった今。さし、おお、診療。わあ、暴れ潰しから、これかなり見応えあるな、この試合。さあ、中下段。あー、バーストから抑えて。ゲージもあるぞ。死んだんじゃん、これ。あー、おー、ミスターか。あー、もうこれガーキャン、さっきからガード抑えてるからガーキャンしづらい。お、いいカットインだな。今の表情いいっすね、お互い出るの。さあ、スプラッシュリーチ。あー、スプラッシュ割り込んで挟んでいく。うわ、無理、そんな無理。減りすぎ。これね、固めた後に投げてるからこんな減るんですよね。これでガードゲージ削ってから投げてるから。あー、いってまいますよ、これ。
あー、もう一回奥攻めされます。もう一回奥攻めされちゃいます。なんとほら、あ、きついっす。あー、これもう一回されます。もう一回、もう一回奥攻めされちゃいます。無理っす。何回奥攻めされんねん、あれ。あの剣になるスパコン当てるとエディゲージが全回復するんで、もう一回固められるんですよね。いや、やっぱスプラッシュですわ。スプラッシュなんだよな、やっぱり。